はい、皆さんこんにちは。郷原信夫の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。105回ということなんですけれども、さあいよいよ大詰めを迎えてきました、はい、衆議院総選挙、甘利氏、江田氏落選運動本格化、両選挙区ともに絶対優位が接戦になっているということなんですけれど、はい、郷原さん、いやー盛り上がってきましたね。盛り上がってきましたね、本当に。確かにね、まあ事前の、手元にある、まあ、こうメディア関係のですね、情勢調査なんかだと当初、選挙の序盤ではですね、甘利さんも、江田さんもですね、まあ、ちょっとまあ有利っていうか圧倒的に有利な感じ、10ポイント以上10何ポイント離してるって話でしたね。そうですよね。それがこれ直近のですね、これ日刊現代なんですけど見えますかね。甘利も落選危機、これはですね、はい、その直前に読売に出たんですね、しのぎを削って甘利氏と、はい、はい、対立候補が、それを受けてのものだと思うんですが、その後こう各紙のまとめを見ると、はい、日経の予想もそうなんですよ、うん、日経もの情勢調査の結果も、うん、まあ、かなり接戦。なるほど。で毎日は甘利氏がリードってなってて、まあちょっと社によって違うんですね、まあ、今日出た朝日などもリードってなってるんですけど、はい、でもやっぱり当初は圧倒的な差がありました。もう圧勝だというふうに言われてたのとはもう全然状況が違ってきてることは間違いないと思うんですね、甘利氏の方。江田氏の方もやっぱり私が聞いたところでは公示前はもう10ポイント以上大きく離してるって話だったんですね。それがどんどん縮まってきて、もう1週間ぐらい前には情勢調査で54対46、8ポイント差って言われてたんです、つい今日ちょっと聞いた話では、はい、マスコミ関係者から、出口調査で期日前投票6ポイント差ぐらいまで来てるらしいですよ。なるほど。6ポイント。甘利氏もそうですよ、甘利氏も江田氏もほとんどその選挙区に入らないで、自分の選挙区にあちこち応援してるじゃないですか。応援にね、特に甘利氏の場合はなんか迷惑があるって言ったんですけどね。いや甘利さんテレビに映ったら票が減るっていうね。もうどんどん減る。でもとにかく幹事長だからあちこち行かざるを得ないとか、江田氏もそうでしょう、代表代行ですからね。だからその地元がまあかなりおろそかになってるんで、どんどんそうやって情勢が変わってきてるんですよ。さあ郷原さん、これまず甘利さんの方なんですけれども、こう先日、甘利さん神奈川13区で、郷原さんの講演会があったということなんですけれども、具体的に何市でやったんでしょうか。大和市でやってきました。なるほど。どんな感じでしたでしょうか。いやなかなかね、その対立候補の応援で忙しい人たちがちょっと来れないじゃないですか。で、まあ、なかなかその数は集まらなかったんだけども、集まってくれた人はすごく熱心でしたね。はい、でまあどうしてもね1対1の選挙なんで、甘利氏の落選運動っていうのは逆にその対立候補を当選させるっていう方向で考えちゃうんだけど、はい、やっぱりここは甘利氏のことだけを考えてください。なるほど。そこは、はい、これ落選運動ですから、あくまで私個人の落選運動、で対立候補のことは関係ありませんということで、まあ、しっかり皆さんに理解してもらって、その方向について私の落選運動を受け止めてもらって、よく理解してもらって、ぜひこの神奈川13区の多くの人たちにね、それを広げてもらいたいとお願いしたんですが、いや非常に反応良かったですね。で、まあ、当日集まった数はそれほどでもなかったんですよ、そういうことで。でもこれをYouTube でアップした。これもうすごい勢いで見られてます。もうかなり2万何千円いってますよ。いややっぱりね、甘利氏の問題に対してはやっぱ相当ね、注目度が高い。なるほどね。ということを感じましたね。まあね、再三ねこの YouTube の番組でも説明しているように、まあURA の口利きでですね、まあ、業者からお金を受け取った事実は消えない、まあ、それから検察の捜査は不起訴だけれども、やっぱ不起訴は白ではないというところ、非常に大きなポイントになっていると思いますけどね。そうなんです。でしかもこれまであまり注目されてなかった、はい、この検察審査会の不起訴不当の議決を見ると、これはちょっとないだろうとこの不起訴は、うん、というのがよくわかるんですよ、うん、まあ、講演でもね話してますし、はい、ブログでも書いてますけども、うん、これは検察審査会はね本当に補助弁護士がついて、うん、しっかり判断してるんです。これは捜査不十分だと、うん、もっとこういう方向でしっかり捜査をすれば、うん、これは起訴できると、少なくとも秘書は。という判断を下してるのに、うん、その後ろくに捜査してないんですよ。検察が、はい、もう一旦不起訴ってやったから、うん、もう適当にね、うん、もう一回不起訴にしてしまったということだと思うんですね、うん、ですから全然嫌疑は晴れてない、そういうことですね。ですからしっかり説明しないといけないのに何にも説明しないでしょ、うん、もう6年間 だんまりですよね。これはダメです、審査会、検察審査会の決議書には検察官の判断は納得できるものではなく改めて捜査が必要であり不当であるということをはっきり書いてありますね。そうなんです。さあ一方江田さんの方なんですが、江田さんの方はねなんですよね、これは山中市長を当選させた、うん、圧勝させた、はい、それが大戦果のようにね、うん、こう言ってたわけじゃないですか。そうですね、江田さん、うんうん、ところが不思議なことに自分の選挙チラシにも山中の文字すら一言も出てこない応援にも来ない、あ、応援にも呼んでない。はあ、もうね江田さんどころか今もう激戦を繰り広げてる立憲民主のね小選挙区の他の候補者たちも全く山中市長のことをなんかね、はあ、お呼びかかってないですよ。なぜです。なぜなんでしょう。なぜでしょうね。これは多分もう選挙の市長選の、途中から、うん、恫喝音声が出たり経歴詐称問題とかいろいろ騒がれてて、もう一切説明から逃げてたでしょ。あの頃からね、うん、凱旋の予定も全くね、うん、事前に出さなくなった、うん、だからそれが続いてるんですよ。なるほど。もう全く説明できないで逃げてるから、うんうん、今更その人前に出れないんですよ、うん、だってフリーランスが入った記者会見でも最後逃げてるわけですから、うん、そうですよね。もうそういう質問されるような場に出れない、うん、それ分かってるからみんなその他の議員候補の人たちも、うん、だから一切呼べない、うん、呼んだら逆効果、うん、ですからこれ本来はねこの衆院選は横浜市長選での、はい、立憲民主推薦の山中氏の圧勝が追い風になるはずだ。そうですね、うん、全然追い風どころかなんで山中市長は来ないのってみんな不思議に思ってるわけですよ。来たら大変なことになる、ね、大変なことになる、うん、まあこれだけでもねやっぱり決してこの山中氏を勝たせた立憲民主にとって有利な状況になってない、うん、ということは分かると思うんですよ。責任を取ってもらわなきゃってことになりますね。でも残念なことにねそういう山中市長をめぐる問題全く一般マスコミが書かないでしょ、うん、テレビ新聞、うん、だから多くの人は知らないんですよ。なるほど、うん、普通に市長に当選して圧勝して、うんうん、で普通に市長の仕事してると思ってるんですよ。大間違いです。議会ボロボロですよね。それでもうこの江田氏のね、うん、対立候補自民党じゃないですか、うん、もう自民党とそれから公明党の、はい、市議会議員の人たちがもうガンガン言ってましたね、うん、ツイッターでも出てましたよ。もう市議会でこんな状況だと、うん、もう全く、うん、もう山中市長の答弁になってないと。うん、もうボロボロだということを散々言われてる。当たり前ですよ、うん、でもそこで聞いた人はあそうなんだと思ったと思うんですけど、うん、多くの人は知らないんです。そうですね、だからこれを読んでもらいたい。これを読んでもらったら分かるんです。このチラシを、ね、ここに書いてます、うん、横浜に勝ってない災いをもたらした、うん、滞在を許してはならない。どういうことか、うん、江田氏が暴走で山中氏を担いだことは横浜市に災いをもたらしたんです。そうですね、うん、ぜひ理解してもらいたい。そうですね。さあ郷原さん、ここでその落選運動の意義とちょっと注意点みたいなことを、やっぱりね今回の落選運動でも思ったのは、うん、まだ日本の社会には落選運動ってのが認知されてない。そうですね、うん、要するにね選挙というのは自分のアピールさえしてりゃいいんだと、はい、はい、その相手方のことをねまああんまり悪く言うと逆にね、そのイメージが悪いということで、それぞれが自分のこと自分の政策とかそれ言ってるだけでしょ。まあ自分のいいことしか言わない。だからそういうマイナス面の話、この人にはこういう問題があるんだ、この人が当選するとこんな問題があるんだというようなことが全然出てこない、ネガティブな面が。でそれは候補者じゃない人たちが、その有権者に正確な情報を与えるために落選運動をするしかないんですよ。ですから私は今回この両方の落選運動、これはこれからの日本の政治に非常に大きな影響を与えるっていうことでやってるわけです。甘利氏の方はこの選挙で当選したら自民党の幹事長に就任したことを有権者に認めてもらったってことになっちゃう。そういうことになりますね。で江田氏の方は、江田氏が立憲民主の代表代行という非常に大きな権力を持った立場で、それを山中市長を当選させた、これが野党共闘のスタンダードだって言ってることが選挙で認められたことになる。これは野党の今後にとって大きなマイナスです。自民党の政治と金のこととか、その在り方に大きなマイナスを生じさせてしまう甘利氏の当選、そして野党にとって大きなマイナスになると私は思う江田氏の当選、これを何とかして阻止する、そのためには落選運動を候補者とか陣営とかとは違う人がいるしかないんです。ということで私はもう懸命にこれやってるんですけど、なかなかね、この新聞は、郷原さんの、事務所の、郷原信夫コンプライアンス法律事務所のホームページでアップされているので、誰でもダウンロードするんですね。そういう形で、私個人の落選運動が個人に受け継がれて、皆さん個人として何枚でもダウンロードしてどこに配ってもらってもいい、もうそういうことでやるしかないんです。本当はね、これね、新聞の折り込みチラシとかも断られちゃったんですよ。そうなんです。いや、本当ね、多くの人からね、寄付をもらって、それを資金にしてできるだけ効果的な方法でやろうと思って今やってるところなんですが、新聞の折り込みはね、どうもやっぱ販売店に断られて、そうなんですね。やっぱね、まだ認識理解がないんですよ。学生運動。まあですからインターネット広告で寄付していただいたのを活用して、なんとかそういう方向でやっていく。それ以外にもなんとかこの皆さんの手でなんとかして広めていただきたいと思います。あと残り数日ですので、ぜひよろしくお願いいたします。また次回。